見ろ、上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。ダメだわ、真面目に研究してるとすぐ飽きる。私は楽しいけど、でもちょっと息苦しいかな。これがあるべき姿だろう。今までがだらけすぎだったんだ。ロクシス先輩の言う通りですよ。そりゃそうだけどさ、グンちゃんもすっかり来なくなっちゃったし、そもそもここまでして錬金術師になりたいかっていうと。そういえば聞いたことなかったね、なんでみんながこの学校に来たのか。愚問だな。私は物心ついた時からこの学園に入ると決めていた。私は文武両道を目指して。うちはスカウトされたからなんとなくかな。昔のことだから忘れちゃった。ベイン君は？え、僕は父さんが錬金術師だったかもしれないから。なんでそんな曖昧なのよ。よく覚えてないんだ、昔の記憶がなくて。気がついたらどこかのアトリエにいて、ぼんやりと研究をしている父さんの姿は。そうなの？それじゃあお父さんの名前も。さっぱり。テオフラトゥース・アウレオルスだ。テオフラトゥース、それが父さんの名前？え？テオフラトゥースって。え？あの有名な？みんな知ってるの？知ってるも何も、ここ数年で最も偉大な錬金術師じゃない。学生時代を含めわずか10年足らずで多大な発見と学説を残された方です。晩年は研究に悩んで創生したと聞いていますが。すごい、ベイン君、テオフラトゥースさんの子供だったんだ。どうりで何でも器用にこなすわけよね。そうなのかな、自分ではよくわからないんだけど。テオフラトゥースか、懐かしいわね。会ったことあるの？ええ、学生の時によく遊んだわ。テオフラトゥースさんもここの生徒だったんだって。当たり前だよね、ここを卒業しないと錬金術師にはなれないんだし。学生時代のテオフラトゥース、興味がありますね。あ、じゃあさ、先生たちに聞きに行ってみない？面白そう。ベイン君もお父さんのこと知りたいでしょ？ね、行こう。うん。サルファは父さんのこと知ってたの？ああ、俺の飼い主だった男だからな。そうなの？そんなこと今まで一度も聞かれなかったからな。そんな意地悪な。ボケっとしてると置いていかれるぞ。あ、うん。Thank you.
アタノールを。お疲れさ。どうしたんだい？みんなして。テオフラトゥースのこと聞きに来たの。テオフラトゥースの、まさか思い出したのかい？いえ、そうじゃないんですけど。あ、そっか、残念。ベイン君のお父さんなんですよね。確証はないけど、おそらくね。ベインをスカウトしたのもそれが理由だし。でもそれはきっかけに過ぎないよ。今の君を見れば、入学させたのは間違いじゃなかったと胸を張って言える。テオフラトゥースさんはどんな方だったんですか？ああ、実は彼とは同級生でね。すごい！一緒に研究とかしたんですか？同級生といっても同じクラスだっただけさ。正直彼は雲の上の存在だったよ。彼が何を研究してるのか、僕なんかには全く理解できなかった。へえ、やっぱりすごい人だったんだ。あれ、でもん、どうかしたかい？テオフラトゥースさんと同級生ってことは、つまり先生、ベイン先輩ぐらいの子供がいてもおかしくない年齢なんですね。あ、すみません、先生。ショックで固まっちゃってるね。うん、他の先生のところに行こうか。Thank you.
ラトゥースの話だと？はい、何かご存知ないですか？俺がここに来た時にはもう卒業してたからな。そうですか、残念。ゼップルとかイゾルデに聞けばいいんじゃないか。あいつらなら年も近いしな。トゥース？はて、聞き覚えがあるような。錬金術師のテオフラトゥースよ。しけえな、わしゃまだ80じゃぞ。じゃあ教えてよ。そうそうじゃな、確かあれはわしが19の頃。全然関係なさそうな話が。その話、長くなりますか？お望みとあらば、何時間でも話してやるぞ。私たちは先に失礼します。ニケ先輩、責任を取って最後まで聞いてください。え、うちは？さあ、行きましょう。私に何か？あの、テオフラトゥースさんのことを聞きたいんですけど。テオフラトゥース、ベインのお父さんなんだよね？そう聞いてるわね。私は半信半疑だけど。そのどんな人だったんですか？彼には散々才能の差を見せつけられたわ。それゆえ敵の多い人だった。敵ですか？妬まれやすい性格をしていたのよ、いろいろと。そう、一つ面白い話を思い出したわ。何何？この学園には創設以来決して生徒が踏み入れない場所が一箇所だけあったの。大いなる獣と呼ばれる巨大なモンスターに守られた場所がね。おー、冒険っぽい話ね。そんな危ない場所あったかしら？こちらから近づかない限り危険はないし、知らなくても無理はないわ。でも彼、テオフラトゥースはその獣を退け、その地を踏んだ。何のことはない、ただ景色の綺麗なだけの場所だったらしいけど。父さんだけが知ってる景色。ふん、面白そうではない。うわ、ふんちゃん、いつからいたんですか？その男がたどり着けたのならば、俺様に行けぬ理由はない。止めても行くんですよね。付き合いますか。先生、ありがとうございました。
挨拶が遅れました。私は早く行きなさい。仲間を待たせるものではないわ。はい、失礼します。この程度でわかるとは思わないけど、試す価値は。何か必要に。
父さんしかたどり着けなかった場所。腕が鳴るではないか。さあ行くぞ。ベインたちを見なかったかい？さあ、さっきテオフラトゥースの話を聞かれたけど、それと何度も言うけど名前で呼ぶのはやめてちょうだい。そうか、いろいろ昔のものが出てきたから見せてやろうと思ったんだけどな。また今度でいいか。
たの。何にもないじゃない。騙された？まさか。向こうにも道がありますよ。もう何？貴様が大いなる獣とやらか。何よ、いいじゃない、ベインのお父さんは通ったんでしょ。はい。あ、まず、地雷踏んじゃったかも。子供はベイン君だけよ。私たちは関係ないわ。うわ、パメラひどせいで、みんなが傷つくのは珍しいな。お前がそこまで熱くなるとは。サルファ、俺もあいつの景色とやらが見たいんでな。決まってみせろ。弱まった。今だ。みんな、もう一度手伝って。任せといて。貴様だけにいい格好はさせん。
わけじゃ、サルファのおかげだよ。おしゃべりは後だ。目指す地は目と鼻の先だぞ。
景色なんだね。ああ、やつにはもったいない景色だ。テオフラトゥース、父さんだけがたどり着けた場所。みんなが手伝ってくれなければここに来ることはできなかった。でも父さんは一人で来たんだ。あのモンスターを倒して。どんな人だったんだろう。少しでも父さんのことを覚えていれば。これでうまくいくはずだ。どうだ、なんだこの反応は。まさか今度止まらない。このままではこの子の命が。お疲れ様。今学期の授業はこれにて終了。安心するのは早いぞ。たっぷり夏休みの課題を用意してあるからね。文句を言うな。休み明けにチェックする先生も大変なんだ。というわけで、それとだ、今年は課題の他に自由研究を提出してもらう。自由研究って何をすればいいんですか？自由研究なんだから自由だよ。ただしあまりふざけたものは作らないようにね。それでは良い夏休みを。課題だの自由研究だの、なんで素直に休ませてくれないのよこの学校は。こういう時は幽霊もいいわね。課題も宿題もないし。ずるい。自由研究か。何がいいかな。あれも作りたいし、これも作りたいし。評価に響く以上、真面目なものを作るからな。意見がバラバラですね。いつものことだけど。自由研究などは後回しだ。まずは目前の課題をこなし、その間に各自考えておけばよいではないか。お、くんちゃんがまともなこと。何か変なものでも食べたのかしら。何を言う。俺様がまともでなかったことなど過去に一度でもあるか。そうだ、ちょうどよかったです。グンナル先輩、今日はアトリエの掃除当番ですよ。ね、残念だが少々多忙な身の上でな。ダメです、いつもそう言って逃げるんですから。掃除など無縁にやらせればいいではないか。ではあとは任せたぞ。僕ですか。あ、待ちなさい。やっぱりいつも通りの先輩みたい。一瞬でも見直して損したわ。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。